もうすでに合流されていると思うんですけど、はい、チームヴェルディの感想をどんな感じで持ってますか。そうですね、練習雰囲気もとても良くて、上手い選手もいて、びっくりするぐらい上手い選手もいて、まあ、自分としては、まあ、ここから先開幕前長いんですけど、みんなと一緒にね、怪我なくしっかり高めていければと思ってます、うん、今日は新体制の発表とファンの集いということなんですけど、はい、なんか今日サポーターと会われて何か感想って持たれましたか。そうですね、サポーターの皆さん、まあ、厳しそうな目つきしてるなとは思いましたね厳しそうでもあるし優しそうでもあるな、ただやっぱ応援が支えになるんで、ぜひ足を運んでくれればと思ってます。やっぱりその西選手に対する期待感っていうのも非常にあるのかなと思ったんですけど、そういうのは感じたりしますか。あんまりそういうのはグラウンド内では持ち込まないタイプなんですけど、うん、まあけどヴェルディは実に言っちゃダメなチームだと思ってるので、そのためにみんなでそういう意識を持ってしっかり上に上がっていければと思っています。じゃあちょっと被る部分もあるかもしれないですけど、まあ、今シーズンの抱負を一言もらっていいですか。まあ、とりあえずチームの目標でもある J1 昇格、それとも試合の、まあ 個人はあんまり気にしないんですけど、チームとして結果出すってこと、それがもう自分にとって全てです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。